こんにちは、山岳ガイドの水野貴信です。今回は動画で学ぶロープワーク第6弾です。ロープとロープを接続する結び方、フィッシャーマンズベントとダブルフィッシャーマンズベント、2種類を紹介いたします。この2つの結び方は、1本のロープを輪っかにしたり、別々のロープをつなぎ合わせるときに用いられます。まずは、フィッシャーマンズベンドです。これランタンですけど、小物とかね、そういったものを何かに、まあ、テントの中でもいいんですけど、吊り下げるときに用いられます。はい、2本のロープをつなぎ合わせます。今回はグリーンとピンク、まずグリーンのロープにピンクのロープを巻きつけます。ループができました。このループにピンクのロープの末端を入れてきます。はい、入りました。軽く締めてきます。同じことをひっくり返しました。同じことを今度はピンクのロープに対してグリーンのロープを巻きつけ、同じループができます。ループに対してグリーンのロープの末端を入れます。はい、整えます。ゆっくり締めていきます。完成です。これ完成形なんですけども、この末端と末端ね、両末端が同じ長さになるように心がけましょう。失敗例です。これね、すっぽ抜けたり、非常に緩みがちな、結び方です。どこが違うか分かりますか？これはですね、グリーンのロープに対してピンクのロープはしっかり巻きつけてあるんですけども、逆にピンク側のロープに対してグリーンのロープは巻きつけられていないんですね。浮いてます。なのでこれは失敗例です。必ず覚えておいてほしいのは、この完成形両方が同じ向きになっていることが求められます。この失敗例なんですけど、テンションをかけたり緩めたり、その繰り返しになったりすると特に緩みやすいです。やってみます。緩むと緩む以上に外れます。ちゃんとしっかりと均一に巻きつけてあれば緩みにくい結び方です。フィッシャーマンズベントは、強度がさほど強くありません。ですので登山などでは、あまり使用は勧められません。逆に強度を求める場合には、巻き付け回数を増やしたダブルフィッシャーマンズベントを使うようにしていきましょう。それでは解説です。同じく、2本のロープを使っていきます。グリーンのロープとピンクのロープがあります。これを接続していきます。グリーンのロープに対してピンクのロープを2回巻きつけます。1回、はい、1回輪っかできました。もう1回グリーン側の末端側に対して巻きつけていきます。2回目です。2つのループができました。ピンクのロープをこのループに通していきます。締めていきます。今度は方向性間違えないように、同じ手順でいきたいのでひっくり返します。ひっくり返しました。同じことをもう一回やります。ピンクのロープに対してグリーンのロープを巻きつけます。2回巻きつけます。まず1
回目。はい、巻きつけました。もう一回巻きつけるんですけど、内側に巻きつけるようにしましょう。内側に巻きつけてループを作ります。内側です。はい、2つの輪っかができました。この2つの輪っかに対して、グリーンのロープの末端を入れてきます。形を整えて、ここ大切です。形を整えます。両方チェックします。そしてゆっくりと締めてきます。しっかりと4方向締めます。完成です。両末端はですね、この余りの長さはロープの径に対して10倍は出すようにしましょう。それと両末端の長さも均一にすると、後々の作業も行いやすいです。これで、最終チェック、確認をしましょう。均一になっている、バッテンバッテン、ね、末端が均一です。それとひっくり返します。今度はバッテンでなくて平行にね、並んでる、この確認を必ず行います。はい、このダブルフィッシャーマンズベントですが、これはロープとロープを接続するのに使います。ですけど単体でも使えます。単体で使うときはダブルフィッシャーマンズノットになります。例えば懸垂加工、まあ、ラペルの際のすっぽ抜ける帽子とかね、以前フィギュアエイトフォロースルーで、説明した通り、末端の補強に対して使う用途もあります。ダブルフィッシャーマンズ、ノットの説明です。先ほどと同じようにロープに対して末端を巻きつけていきます。これを巻きつけを2回行います。はい、1回ループできました。同じように内側に対してもう1回巻きつけてループを作ります。そうすると2つのループができます。このループに対して末端を入れてきます。入れてきます、抜きます。完成です。いかがでしたか？今後も皆さんに分かりやすいロープワーク技術を発信していきたいと思います。教えてほしい結び方や動画への感想がありましたら、コメント欄でお知らせください。ではまた。